プリモボランってお薬で身長伸ばす方法もあるよと。禁断のセロ身長ビヨン医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのはズバリですけども、こちらプリモボランね、こちらの方についてお話しさせていただきたいと思いますね。禁断のステロイドで身長伸ばす方法ってね、題名にさせていただきました。でこちらのね、これプリモボランってお薬についてお話ししたいんだけども、どういった薬なのかってところで、ね、まず説明させてください。このプリモボランは一応ですね、まあ、アナボリックステロイドってそんな風にね言ったりもする薬になります。まあ、アナボリックステロイド聞いたことある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。多くの場合はアナボリックステロイドというのはいわゆるドーピングの時に使うことですね。アナボリックってのは同化って意味ですね。ものはですね作るか、壊すかどっちかしかないんですけど、その同化というのは作るって意味になります。で、まあ、このね同化ステロイドとアナボリックステロイドの一種が、このプリモボランというような形になります。まあ、同化というぐらいですから、このステロイドには、ものを作る作用があります。まあ、つまりまあ、体を大きくする作用があるんでというのがまず一つ目になります。例えばなんですけど、これ先ほどドーピングという話したんですけども、まあ、いわゆるですね、まあ、そのスポーツの世界でもドーピングとしてまあ使う選手がいるわけですよね。なのでまあドーピングの指定する薬剤になるわけですけども、ただしですね、まあ、この同化に関して言うと現実問題としてはそんなに強くないというふうにも言われたりもします。で、同化作用が強い薬剤といえば当然一番有名なのが成長ホルモンね。だから成長ホルモンは非常に身長伸びると。でそれに対してまあこのアナボリックステロイドは、同化する作用を持っているようなステロイドというふうに言われてるんだけども、一方でそこまでそんなにすごくね同化の作用が強いかと言われると、まあ、そこまでも強くないっていうのがまず一つ目の特徴になります。その上でですね、まあ、どうしてこの薬が使われるかというのを説明していきたいと思います。でこのプリモボランってお薬の特徴としては、男性ホルモンを抑えるような作用があるというのが一つ特徴になります。別の表現使うとですね、これ実は男性ホルモンの類似物質というふうに言われてて、内因性ですね。内因性って自分が出ることを意味するんですけど、そういった内因性の男性ホルモンの分泌量がこれを投与することで下がります。でこのプリモボランの特徴的なのは、普通の男性ホルモンは骨端線に働きかけて骨端線を閉じる働きをするのに対して、このプリモボランはそういった作用が低い、もしくはないというふうに言われています。なので、そこが大きく違う点になります。でここでちょっと注意点なんですけども、プリモボランは全く骨端線に影響がないかというと、わずかには関係あるんじゃないかなというふうに私は考えたりもしてます。ですのでプリモボランは必要最低限の投与である必要があるというのがここから分かると思います。それに対してなんですけど、結構ねこれ考え方はまちまちで、他の先生なんかは結構春季がですね、もう本当にこうもう入るか入らないかぐらいの段階で使う先生とか、それこそ入ってない段階で使ってる先生とかもちょっといるようなことをちらっと聞いたことあるんですけども、私の考え方としてはそれは絶対ダメです。そうではなくて、しっかりと春季が入ってる、しかも春季が入ってるっていうのを採血上で確認できるレベルっていうのは非常に重要になってきます。その春季が入ってるっていうのは非常に曖昧なんですよね。4月1日にですね高校に入学しました。これすっごい分かりやすいんですよね。4月の1日からですね本当に入学してるから、ですね春季っていうのはですね何月何日入りましたっていうのは誰も分かんないんですよね。その中で曖昧と何かの指標を持って入ったんでしょうみたいなですね、まあ、憶測で全てが語られるわけですね。例えば春季が入ったのの一つとして、まあ、男性であればですね、まあ、精巣の容量が、ね、大きくなったりだとか、まあ、そういったのをね、判別の材料とすることもしますし、私はですね、まあ、そういった意味だとですね、まあ、数字が好きな人間ですので、男性ホルモンですね、採血用で男性ホルモンが明確に検出されたところを一つの基準としてますので、まあ、先生によって基準とするタイミングも、まあ、少し異なったりもするところにもなります。なので私に関して言うと、まず男性ホルモンは検出された段階でこういった薬を使いましょうというのが一つ目のポイント。そしてしかも投与する量に関して言うと、基本的にはね男性ホルモン類似物質なんですけども、過剰に摂取するのは逆にとって身長とでマイナスになる可能性があるというふうに考えているので、投与しすぎないのも重要だというふうに考えています。なので、まあ、あとはね、まあ、早熟であるということも当然重要で、まあ、早熟の方にこういうプリモボランを使うのは、すごくいい適用、まあ、それに対していわゆる晩熟のお子さんに関して言うと、こういったのを使うのはあんまり意味がないんじゃないかなというふうにも考えてますので、まあ、その点も注意と。でさらになんですけど、もっと細かく言ってくると、早熟の方で春季がある程度ね始まってて、進みすぎても逆に今度あんまり意味なくなっちゃうね。で進み方が、まあ、中程度ぐらいの人にこういうプリモボランをやって、しっかりと内因性の男性ホルモンね、自分の出す成長ホルモンね、それを抑えて成長ホルモンを投与したりすると、極めてすごく効果が高い、そういうこともね過去に経験してますので、まあ、そういった薬剤であるということね、ぜひ覚えていただくといいかなというふうに思います。まあ、こういったねプリモボランってお薬で身長伸ばす方法もあると。ただし一般的なステロイドに関して言うと、身長にとってはマイナスというふうに可能性もありますので、本当に禁断のステロイドと表現しましたけど、まあ、この禁断のステロイドを適正な形で使うことによって、最終身長を、ね、改善することができますので、皆さんもねどうしても、ね、身長伸ばしたい人っていうのはこういった薬剤についても勉強されればいいんじゃないかなというふうに思います。それではまた、身長ビヨーン、バイバイ。